ヒオドン目は、甲骨魚砂の分類群の一つ。ヒオドン科のみで構成され、ムーンアイなど一族二種が含まれる。ヒオドン目に所属する原生の魚類は二種のみで、いずれも北、アメリカに分布する、淡水魚である。分布範囲は、マッケンジー川、サスカチュワン川、ミシシッピ川及びセントローレンス川の関連水系に、限られる。左右に平たく川平たした体系を持つ。 最大で全長51センチメートルに達する。尻びれの形態に性的二成が見られる。尻びれの長さは中程度で23から33、難状で構成される。尾ひれは深くに刺し、尻びれとは連続しない。明瞭な腹びれを持ち、ひれ状は7本。尾骨は感情で強く湾曲する。川腸耳骨は三放射状。最骨には、 後輩側に反り返った突起が存在する。火災骸骨を持ち、エラ上骨は7から10本。側線ウロコは54から61枚。ヒオドン目はアロワナ目とともに、アロワナウアメを構成し、ヒオドンカのみ1か1族2種を含む。本目はかつてアロワナ目に含められていたが、ネルソンにおいて独立の目とされた。後に行われた分子系統解析の結果も、 この位置づけを支持している、ヒオドン族の化石種。ヒオドン類の化石種は近年増加傾向にある、ヒオドンかヒオドン時代には、ネルソンの体系において一族二種が認められている。二種は背びれのヒレ上数によって区別され、ムーンアイの方がゴールドアイよりも多い。中国大陸の白亜紀の地層から絶滅したヒオドン類としてプリージーリカプター及びヤンビアニア。 の二族が知られている。北アメリカ西部から化石が出土している、死神与のエオヒオドン族は、現世のヒオドン族のシノニムであることが示唆されている。ありがとうございます。